9 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 9
バカばっかり。バカばっかり。音出ちゃってるじゃない。バカばっかり。どうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。お久しぶりですね。そうですね。なんだろうこの人たち。元気でしたか？そうですね。なんか言いなよ。お久しぶりですね。ユースト。なんか挨拶は？挨拶は？はい。はい。それまでの間に、カズヤさんお久しぶりですね。そうですね。元気でした。そうですね。いや、なんかもうちょっと喋んなさいよ。なんでそうですね。ちょっともうちょっと喋ってノリのいいとこ見せて。もう無理この人たち収集つけるの。何？なんて誰かが読んでくれない。なんて書いてあるの？こんばんは良い夜を。こんばんはさよなら。じゃあもうそろそろ本番に行きたいと。まだいいのかな。じゃあ最近なんか告知することないの？ない。あなた告知することないの？ない。もうやだ。なんか言いなよ。元気だった？元気だった？結婚した？してないよ。あ、してないのか。結婚した？いや、してないけど。結婚しなかったら坊主じゃなかったっけ？え？結婚しなかったら坊主じゃなかったっけ？そうだっけ？うん。で、私もひどり釜の会行くんだっていう話してたでしょ？覚えてない。誰もちゃんと手話通訳してないから。書いてよ。やめちゃった。そんな訳、そうだったっけ？とか、ひろこ結婚しないと坊主にしますって。できなかったら坊主にする。誰が約束したっけ？した？うん。いやいや、坊主になるのはいいけど、チェフバリカン持ってきて。ただなるのは嫌だよ。バリカン。なんかイベントしてくれるんならいいよ。イベントして。亀戸ハードコアで。亀戸ハードコアなくなっちゃった。え、なんで KFC。 大人の事情で亀戸ハードコアなくなっちゃった。何？ライブハウスがね、うん、まあ本当軒並み経営が難しくてね。ライブハウス大変だ。人が入らないんですよね。大変？ライブハウス、はい、ライブハウスやったりしてるの？あ？ライブハウスやってたりするの？ライブハウス経営はしないですけど。経営じゃなくて舞台に立ったりしてるの？結局今のユーザーは3000ドル高いっていう話になるわけですよ。ぼやき。でチケット代を安くするとお客さんは入るけど、うん、イベンターが儲かんなくて、うん、で結果イベンターが儲からないから高いライブハウスを使わなくなるわけですよ。そうすると高いライブハウスは値段下げられないから結局誰も使わなくなっちゃう。そうだね。お客さん、で亀戸ハードコアはどうだったんですか？亀戸ハードコアはだから大人な事情だっつってんじゃん。でも別になんかこう経営不振とかじゃないよあそこは。ビルの老朽化。できたよ。そう？そう。でもあ、そうそう、この間ね、この間
この前のぶちゃんがロンドン行ったの。ロンドン、ロンドン、ロンドン、のぶちゃんね、のぶちゃんがロンドン行ったら、あのなんていうの、スキンヘッドの女の人いたって。あの普通に普通に街にロンドンね、エレベーター、うん、うん、そうだね。あなたは髪、うん、似合わないから、うん、ここしないの、これこれ、うん、しない。そっか、わかった。カズヤさん髪伸びたね。もうやだこの人たち。そろそろ本番行っていいですか。え、まだそんなに。じゃあもう本格的にちょっと話しよう。この前さ、この前、今日僕は仕事できてないからあんま喋る気がないんだよね。いや、それはいいよ。この前写真展やってたでしょ。写真展やったじゃない、うん、やったじゃない。どう、うん、どうだった、どうだった、うん、新しい写真が見えない？見えた？新しい写真が見えた。うん。来月もカフェでやります。でもまだその告知はないんだよね。来月もどっかのカフェで写真展をやるそうなので。決まったら告知します。新しい写真が見えたの、うん、だそうです。最近は、うん、見た目問題の人は撮らないの、うん、写真誰、うん、だからなんていうの、プールに誰撮る、違うよ。違う坊主になったら撮るじゃなくて、見た目問題の、当事者さんとか、うん、最近は撮ってないの？撮ってない。撮ってないよね。撮ってないよね。イベントね、イベント機会が少なくなってから、うん。あ、うん、機会。ああ。あんまり、まあ、イベントいっぱいやってから来て、え、誰が、うちが、やるやる、ここ、あ、うちがね、あ、ここでね、うん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 、だからいっぱいいろんな人に会ったけど、最近はなくなったから、あんまり会わなくなったから、新しい人ね、あー、だから最近撮ってないね。メールくれれば行く、撮りに行く、わかんないよそんな。メールくれれば撮りに行く、本当、誰でも、うん、誰でも、うん、本当、断る理由がない。え、じゃあ私は、ポーズになったら、ポーズになったら撮ってくれんの。分かった、考えるよ。画面が明るすぎて。で、カズヤさんは最近なんかどうなのね、え、最近どうなのよ。久しぶりじゃないだって、うちのユースト出んの。お、青柳さんだよ。ひな用心だ。うん。最近どうですか。この前、うん、寝落としたら、うん、プーンじゃないですよ。ブーっていう音が聞こえて、なんだって思ったら、なんか虫がどうやらいるみたいで、うん、あれって思って、暗い部屋の中をこう、うん、携帯のライトでこうやってたら、なんか変な虫がいて、うん、虫だーと思ったけど、寝る直前だから何も武装してないわけですよ、うん、うわー大変だこれどうしようって思って、うん、でまあ結果やっつけて寝ましたよ。で、そういう日々を過ごしてます。忙しいんじゃないの？
忙しくないですよ。忙しくないの？超暇ですね。昼まで寝て、うん、夜仕事です。ああ、もう昼まで寝て夜仕事。夜何の仕事してんのよ。それはもう、あれですね、うん、やめなさいっていうの、うん、女の子に囲まれながらじっと佇んでいる仕事です。女の子に囲まれながらじっとたたずんでいる仕事です。で坊主になったら撮るよ。最近写真撮ってんの？撮ってないよ。撮ってないよ。あ、撮ってる。どっちだよ。先写真撮ってんの？撮ってる撮ってる。じゃあ私が坊主になったら写真撮ってくれる？撮らない。なんで？撮りたくないから。あなた私のこと撮ってくれたことないよね。あるあるある。チーフのカメラで PR 用に。そうだっけ。僕はだいたいチーフか戸川のカメラを借りて、うん、自分のカメラにはデータ残したくないけど人のカメラになるから。だいたいみんなさ、私のこと撮ってくれないよね。戸川も撮ってくれない。戸川さんも私のことはもう撮ってくれないんだけど、もういいか。もういいかな。ね、そろそろじゃあ本編に行こう。ね、じゃあほらみんなにバイバイって。じゃあもう終わりだから、うん、終わりだから、バイバーイ。じゃあこれから本編に入りたいと思います。それでは皆さん、本編スタート。超シャボン玉綺麗。超シャボン玉綺麗だ。
今日。皆さんこんばんは。こんばんは。見た目問題を解決すれば世界は変わる。誰もが自分らしい顔で自分らしい生き方を。政治経済国際社会芸能スポーツ医療などあらゆる話題から見た目問題解決のヒントを見つけ出す NPO 法人マイフェイスマイスタイルのノンストップ生放送番組ひろこびっちの穴9月19日ボリューム155をお送りいたしますのは私ひろこびっち戸川ひろこと本日のアシスタントはい、ロンバーグ病のゆうみです。よろしくお願いいたします。お願いします。本日のオープニングは MFMS の夏の動画をお送りいたしました。皆さん YouTube で動画を見るようにしてください。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで早速本日のテーマ、じゃじゃん、じゃじゃん、結婚するときカミングアウトしてますかというテーマで本日はお送りしていきたいと思います。結婚ね、してない2人が結婚してない2人がそのテーマでお送りしちゃう ね、はい、ですね。ではありますが、まあ希望的観測も含め今後結婚する予定を捨ててない。そうですよね私ではありますが、まあでも私当事者ではないので、うん、今回あれですけどね。まあ、ゆみさんこれからね、そうですご結婚にの予定を、まあ、未定ではありながらも進んでいかれると思いますので、まあ、そんな時にその症状のことをね、うん、カミングアウトするするしないするとしたらいつとかっていう話をしてみたいなと思っていますが、これね覚えているかどうかは分かりませんが、はい、ゆみさんがそんなテーマいいんじゃないって最初におっしゃったテーマだったと思うんですけども、なんか話しましたよねなんか気になってました？そういうわけではなく、パッと思いついた。でもね、結婚するときにカミングアウトするかしないかっていうのは結構よく出るテーマだとは思います。飲み会だったりとかね、みんな何人かが集まったりすると出るテーマなんですけども、まあじゃあ結婚、まあちょっと前提を決めよう、はい、結婚を前提にお付き合い、結婚前提に、まあ結婚をするってこう決めた相手がいる、はい、まあ、お付き合いしてきて、はい、でもじゃあ結婚しようかっていうところまで来た、婚約中みたいなっていうところまでもう来ました、はい、で今度その相手の親御さんにこうお会いするみたいな、そのぐらいのところまで来てるっていう、うん、結構具体的なところまでもう来てるっていう、そういう前提で話をしましょう、はいはい、いやー相手のさ、要はお父さんお母さんにこれからお会いしますっていうところまでまあ話が来てるわけなんだけど、うん、だから本人同士はねもう病気のことは症状のことはある程度なんていうの知ってて、で理解してて相手の人がねっていうところはもうクリア、はい、クリア、そこで考えるといろいろまた大変なので、ここはクリア、はい、さあどうするっていう感じなんですけど、うどうなんだろうね、どう結婚でさ、なんていうの、本人同士がそれは結婚したいからするんだけどさ、まあ、やっぱりいろいろと家っていうものがあるじゃないですか。そうですね。だからこうね、いろいろやっぱ考えるよね。恋愛の頃とは違うものを多分いろいろ考えると思うんだけど、考えたことある？自分が結婚 しようってこうなった時にその症状のことを相手にどう、なんていうんだろう、相手のまあ親だよね、どうやって伝えようかなとかって考えたりってしたことあります？でもありますよ。あります、うん、普通に妄想で、妄想で、うん、どういうふうに
どうだったっけでもなんか私はちゃんと説明しようっていう、説明しようしようしようと思ってる、なんか妄想した記憶がある。相手のご両親と、親あとまあご両親に誰までこの話はしといた方がいいですかっていうのを一回聞いて、その親戚のなんか親戚の中でもなんか決裁権があるおばちゃんとかっているじゃないですか。いるそのおばちゃんにも伝えとかなきゃっていう、なんか暗黙の了解とかってあるとか、親戚関係の、ね、中でやっていくにはあの人の了解取っていかないとみたいな、あの人に最後に情報が行ったりなんてしたらみたいな、うん、私結構田舎なのでそういうのがあったりとかするので、まずあそこを通してみたいなところがあったりする可能性もあることを考えると、うん、相手方の容姿にまず行って、で、まあ、あのこの話はご親戚にも行った方がいいですかとかっていうのを相談するっていう妄想をした記憶があります。あ、その妄想ってさ、大前提としてね、相手のご両親に言うのには躊躇ない感じなの？躊躇ない感じです。なんか言わなきゃなっていう感じがあって、あ、もう言わなきゃなな感じ、前提として言うべきものだなっていう感覚のそこは設定スタートですね。私はちょっと戻るね、話ちょっと戻るけどそもそもさ、言うか言わないかってあるよね、うん、そう、あの相手のその両親にね、例えば、うん、まあでも、あえ、まあ、見た目の症状の場合は会えばまあ分かるじゃん、うん、見れば、まあ、見れば分かる症状にしよう、うん、あの分かりやすいのでなのでもうご挨拶するときに、もし説明してなかったとしても、うん、ご挨拶で顔合わせしたら分かるわけじゃん、うん、いつ言うの？その時、それとも前もって相手に言っといてもらう感じ？あ、それももういろいろですよね、うん、それ言う前提ですよね。あ、これは言う前提、言う前提、うん、そうそうそう、そこで言わない前提だったらどこで聞かれるんだってことですよね、多分、うん、言わない前提だったら初めましてってなった時に、あっちも多分親もいつ言われるのかなって多分か思うよね、実感もしれないじゃないですか、うん、で終わってとりあえず今日もしかしたら言えなかったのかもしれないとか、きっと相手が、まあ、もういつってこうなんか向こうもいつ言ってくれるのって待つもんね。だどっかで言わなきゃ、言わないままに結婚式まで行くは多分ないよね。ないとは思いますよね。まあ本人に聞かないにしても、そのあ、そうそうそう、本人に聞かないにしても、その自分の息子ね、のかとかに聞くよね。聞くとは思いますよ。うん、私結婚はしなかったけど。結婚はしなかったけどね、付き合ってた時に家に迎えに来ることがあったわけ、うん、私が家にいて家まで迎えに来るってことがあって、迎えに来たらまあ会うじゃんみたいな、うん、まあ、会わないで急いで出てくってでももちろんあるよでも来たっつったらもう誰にも会わないうちにバッて行くっていうのもあるけど、うん、まあまあ会うだろうなって思ったから、うん、迎えに来る時に言ったね。私も初めて来た日、うん、うん、来る日だったか、まあ多分その日かその前の日かに、うん、多分明日来るみたいなぐらいな感じで言った言った、うん、顔に火傷の跡があるんだけど、うん、まあそういう感じなんだけどねみたいな感じで言った、うん、そうなってくるとその当事者だけの決め方じゃなくなってくるんじゃない、相手のパートナーがもう先に僕からちょっと一言両親に言っておくからみたいな、もしかしたらステップを、なんかそこを双方もちょっとうちの両親はこんな感じだからっていう、こうなんか相手の親子関係親子状況とかにもまあよるね、なんか君が言うよりかはとか僕が言っとこうみたいな言った方が話が、まあ、話通じるからとか、例えば私今、まあ、ふっと思い出したけど、なんかこう会った時に、まあ、見れば分かるから、うーん、なんかこうなんだろう、その時にあどうしたんだろうって多分思うだろうから先言っとこうかなっていう感じだったんだよね。うーん、まあ、先
あんま深い意味はなかったんだけど、例えばね、その時外国人の人と付き合ってたとしたら、あ、フランス人だからとかってナムに言ってたと思うわけどこどこの人だからみたいな感じの前情報としてね、渡しとかないと日本語喋れないみたいな風になんかあわあわしちゃったりとかって困るなって思うから、前情報として渡しとくぐらいの感じで、なんか確か言ったなと思って、あ、確かに前情報で、なんか親もあ、そうなのぐらいな感じで言って、であの時迎えに来て、で初めましてなんて挨拶したけど、なんかなんともな感じだったね。あの、うん、でね、普通のなんていうの、うん、何のなんていうの、違和感もなく、うん、まあ初めましてだからね、あ、初めましてみたいな感じだったけどだったな、今思い出したけど。そっから家族になるかならないかのところの挨拶になっていくと、また違う気持ちも絡んでくるんじゃないですかね。あるかもね。あの親側も初めましてのそのスムーズな感じではいかないところ、これがただのね、彼の付き合いと、うん、いざ結婚とかってなったら、うん、まあ、多分捉え方も違うかもね、うん、一応はいろいろ知りたいとかなるんじゃないですか。どういう病気なのとか、あ、そうかな、まあ、そうかもね、うん、でもあれか、今もうちょっとそこ深めて考えてもいい？話してるうちにどんどんなんか思っちゃったんだけど、私の元彼はさ、やけどだったのよ、うん、赤ちゃんの時にやけどした人だから、病気じゃなかったわけ。そうですね、怪我っていうか、うん、だったのね。だ、もしかしたら今ね、今ふっと思ったの、うん、病気とそういうそのやけどとか傷みたいな怪我と違うのかな、うん、ああでもそれはあるかもです。なんか病気は結局原因が分かんなかったりすると、うん、どうなっていくか分かんないじゃないですか、原因も分かんないし、うんうん、あ、今後ね、今後、うんうんうん、でその今後の分からないところが自分の孫にも影響するのかしないのかっていうところも、ね、まあ、派生しちゃうじゃないですか、考えちゃうと思うね、考えちゃう、ね、ね、と思うので、そこはその、まあ、なんか怪我とか傷とかと病気はやっぱ話を受け取った時に聞きたい質問が変わってくるんじゃないですか。聞きたい質問が変わってくる、ね、やっぱ火傷とかっていつだ、いつしたのとか、そっかとかだけど、病気はじゃあそれはみたいなところがね、あるかもね、ある気がしますね。そうなるとね、そうなるとみんな結構こう作戦立てる感じなのかしらね。どう、夫婦ってどう、夫婦っていう感じの ね、 婚約してる、ね、でも相手が今の設定って相手が結構理解してくれるっていう設定の、もう設定の大前提がね、なんでなんか協力してくれるっていう希望ありますよね、まあ、どういう話かとすると、うまくこの結婚がスムーズにいくかっていう方向で多分考えるよね、うん、さっきのそのあのおばさんにはっていう感じも、ゴールがとりあえず結婚をゴールとした場合、いかにスムーズにいくかっていうところで作戦を考えるよね。だってきっとそのパートナーに一回カミングアウトしてる時点で、うん、そのパートナーもなんていうか当事者じゃない側としてこういう風にカミングアウトされたら分かりやすいとか、もう経験が一回あるわけじゃないですか、された側として、された側がね、として、だからなんか作戦を立てるにはこう、こういう風に言った方がいいとかね、あ、それを言っちゃうとちょっと誤解生みやすいから、まあね、そうじゃなくてとか、そういう人がいたらいいですけどねここまで言うつもりでそういう人いたらいいよね、そこまでなんか協力的な人がいたらいいですけど、分かんないですよね、多分自分の親に、まあ、この業界そこそこ長いんでもう十何年いるんでいろんなパターン聞いてきたけど、まあ10人といろよね。だから家族がさ、ほんと全然気にしないっていう家族もあるわけ、あの生まれつきの病気であったとしても、なんかこう、うん、そうだったけど全然気にならなかったって、まあ、パートナーももちろんなんだけど、パートナーの親御さんも全然気にならないっていう、言われたことないわっていう、その大丈夫的なことをねっていう人もいれば、
家族はまあなんていうの、親御さんはなんていうの、こう祝福してくれたんだけど、うん、親戚がすごい反対っていうパターンも聞いたし、うん、家族も反対しちゃうってパターンもやっぱり聞くから、うん、ほんといろいろなんだけど、考えるよね。考えますね。まあでも、それで反対になったら結婚してないんですか、そのケースの。それもね、だからまあなんか時間をかけてとか、すごいあのドラマティックな、じゃあ話しようか。ドラマティックなやつ聞きたい。じゃあお願いしたい。女の人が当事者さんだったんだけど、うん、で結婚するの、旦那さんすっごいいい人なんだけどさ、うん、でまあ2人結婚式をこう挙げるっていうところまでは行ったんだけど、うん、その旦那さん側の親御さんはすごい祝福してくれたの。あのもうなんていうの、あの一人息子だったんだけどさ、だから女の娘さんがいないから、うん、あのなんていうの、うん、娘ができるみたいな感じですっごい祝福してくれたのに、うん、親戚がすごい大反対だったの、でも結婚式まで決まってたけど、もう式出るとか出ないとかさ、なんかそんな感じになっちゃった時に、かっこよかったんだよ、その旦那さんのお父さんがさ、あのこの何ていうの、結婚式来ないとかって言うんだったら、うん、俺はみんなと親戚の縁を切るってこう高岡お父さんが切って、でもだからもう親戚もまあなんかこう、いやそんなそんなあれじゃないよみたいな感じで結婚式こう出席したっていう。でそのお父さんが結構こういつもこうなんて言うんだろう、まあかばってくれるともちょっと違うんだけど、あのなんていうの、そあのこそこそすることないみたいな感じで、もうほんとドドドいけみたいな感じのお父さんで、でもやっぱそれがきっかけみたいになって、その親戚の人たちも結婚式で初めてな生では会ったわけ。ああなるほど。うん、だ話だけで反対してたのね。話だけで反対してて、で結婚式の時に初めて本当に会って、でその後まあいろいろ顔合わせとかあるじゃない、親戚同士って。でそこでやっぱりなんかこうなんて言うんだろう、氷が溶けるようにっていうか、うまくこうだんだん行くようになって、で今はもう全然親戚中ともうまくやってるとかって言ってたから、ドラマティックなそういういい話もあったよ。でお父さんがすごいあの頑張ってくれたっていうか、本人たちが結婚するのにねって言って、俺は味方だっていう。誰か理解者がいるといいよね。違いますね。そんな話もね、聞いていい話だなって思ったけども、まあでもさ、もしかしたらね、今話しても思ったんだけど、知らないっていうのがちょっと結構大きいかもしれないよね。そうですね。だからさっきさ言ったように説明の仕方とかさ、なんかそこをうまく作戦考えるとか、そんな反対されなかったかもしれない、ね、そうです。でも先に合わせちゃうとかね。まあね、だからやっぱそうね、やっぱり知らないとなんか勝手にいろんな想像するじゃない。で多分親戚中にきらなんかいろんな尾びれがついて話が膨らんで回る可能性もあるじゃないですか。あならではの、ならではのね、強くなんか話がなんかコロコロ変わってて、うん、仕事の内容がコロコロも変わってるのがおばあちゃんが話し流してたりとかするので、あの仕事あのその病気とかうんぬんじゃなくてね、あの子の旦那さんはなんこういう仕事してるのよっていうのが次に行くと、んその仕事だったっていうようにこうどんどん変わってるみたいなね、話変わってないっていう感じね。あるある、そうね。なってくるとそんな親戚の中で話すこともあんまそんなになくなってくると、人の噂話ばっかするじゃないですか、割と。来たね、誰々さんところのお嫁さんみたいな話で。あるね、なんか
多分こういう病気らしくって知ってるもう片側で分かんないのとかって言われてきたらロンバーグなんてさ何ロンバーグハンバーグみたいな、ね、話になるよね。どんどん顔の形が変わってねもう最後には分からなくなるとか言うぐらいまで話こんなになっちゃってね可能性もある。そしたらみんななんかバクバクしちゃいないですか。会った時どうしようとかって思うもんね。で会ったら案外なえみたいな可能性もあってくると、ねね、なんか変に話が広まっちゃうともうなんかやめときなさいよっていうっていうのはあると思う。田舎とこあるかもしれない。だからさそのなんていうの妄想がこうなっちゃうっていうのにね、うん、その症状っていうか病気のことがこのくらいのことがこんなになっちゃうってことももちろんあるんだけどもう一個さそうそうもう一個そう言われたのが、うん、結婚したらなんていうの、あの苦労するからって言ってたの言われてたのよその反対の理由が、うん、その病気をストレートに反対するっていうこともあるんだけど、うん、それもあるんだけど、うん、結婚したらあなたが苦労するからっていうふうに言われてすごい反対されるっていう。ただいま斉藤春光さんがはい撮ってますけどねっていうのもあった苦労ね。でもそれも突き詰めていくとさ結局何の苦労だかよく分かってないんだよ。単純になんかただあなたが苦労するからやめといた方がいいわよっていうさどんな苦労なんだよっていうのは分からないのなんとなくもやっとってだからまあ、多分あの結婚だけの問題じゃないんだけどさそういうところってね、うん、でも結婚となるとねそれがこう家族になるからねそうですよねいろいろ思うんだろうね、うん、結婚してないからそうなんですよね結婚してないからねすごいですけどどうなんですかね。でも私ね私の話でいいどうぞどうぞ自分の結婚面白くなっちゃった自分の結婚観っていうのともちょっと違うと思う、まあ、うちの家族ちょっと変わってるあうちの家族ちょっと変わってるからあのそういう意味じゃないよ、うん、そういう意味じゃなくて変わってるんでテレビでね、うん、例えば結婚の話とかをやったりした時に自分が結婚をどういうふうに考えているかってその家庭みんなが意見を言うっていうそういうことがあるわけ。それは結婚だけじゃないわけ。死に方とかさ例えばお葬式どうするとかっていうなんかニュースで流れるとやっぱお葬式っていうのはさってこうね大事な感じがってこう言うから大体みんながどういう生き方したいとかっていうのはなんとなく家族で分かってるわけ。うんこう結婚観みたいのもなんとなくもう家族はみんなもう分かっまあ、話して、うんうん、どういうふうに思ってるとかってなんとなく分かってるんだけど、うん、だからうちの家族はね多分基本病気とかだって見た目に症状があるとかないとか、うん、あんま気にしないと思うわ。うーんで例えば親戚でさっきのお父ちゃんじゃないけど、うん、あの反対だとかっていう人がいたら、うん、そんなやつとはうちも縁切るってなると思うなって思った。うんでも多分病気のことをよく教えてっていうのは多分思うと思う。なんか気をつけることがあるだったら気をつけるし、そうじゃなくて例えばなんかなんて言えばいいの、あの進行しちゃうとかっていうんだったらこっちもそれなりに考えるしって多分思うと思うから、多分どういうものなのっていうのを教えてっていうのは言うと思うなと思って。そうですね、それはありますね、うん、だからやっぱカミングアウトはしてほしいかな、うん、でこう不安材料は全部ちゃんと説明しておいてほしいみたいな、うんうんうん、そう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 、なんか気をつけることがあるんだったら気をつけておきたいし、うん、あと分かんないけどもしかしたらなんか治療とかのさ情報をさたまたまテレビで見るかもしんないじゃん、うん、うんうんうんこれだなんて出てくるかもしんないじゃん。でロンバーグ病なんてもし聞いてたらよロンバーグ病だってあれゆみちゃんのあれじゃねえなんてっていう家族中がみんなでこうね多分気にしたりっていうこともあるので、
教えといてほしいっていうのは、うーん、家族側としては先になんかこういろいろちゃんと病気のことを教えてとは思うかな。そうですね、うん、それはあります。なんか疑ってるとかじゃなくて、いろいろ質問はしたいっていうのはあると思いますよね、あの、うん、される側として。うんうんうん、思うなと思った今なんか喋って。私は結婚自分しはしなかったけど、うちのチームはほらね、結婚されたりしたんで、そうですね、そうそう、なんかこうもし気をつけることとかがあるんだったら先に言っといてっていうのは思ったかなって今思ったんで、カミングアウトはしてほしい、うん、してほしい。そうそう、なんか結婚とちょっとそれますけど、うん、私は後天性なので3歳から発症してるじゃないですか、うんうんうん、となるとうちの家族以外の親戚にもその病気のことって多分伝えてるんですよね、家族が、ああ親が自分の親戚にね、なんかそれも一種のカミングアウトじゃないですか、うん、これも結論ないんですけど、あ、そうだ、なんでしょ、それはお母さんが多分、いや、どお母さんがいたのかお父さんがいたのか知らわかんないですけど、ああ親が親戚にも伝えてるからなんていうのかな、うん、なんだろうな、うん、親戚の中にそういう病気の人が出たっていうのも、うんうんうん、なんか独特だなと。あ、これちょっとまたなんか今度で今度でちょっとこのモヤモヤはちょっと今度で今度ね、はあ、だからなんかね、うん、そう思ったの、自分が結婚する側としてね、カミングアウトを考えることもあるなと思ったけど、うん、結婚されるじゃないんだけど、こう受け入れる側、ね、そうそう、側、家族になる側としてはカミングアウトしてほしいなって、うん、してほしい、してほしいしてほしい、してほしい、あのそれによって結婚をね賛成反対とかじゃなく、うん、もうなんだろう、家族になるっていう前提でね、そうですね、うん、結婚の判、そうです、判断じゃなくて家族になるからこそ、うん、あの教えといてっていうのはあるなって思って、説明はありますね、納得させるじゃないですけど、なんかもう仲良くなるためにも、仲良くなるため、なんていうか変なこう溝を生まないため、そうそう、変な躊躇感みたいなね、言っていいのか触れていいのかみたいな、この微妙な感じよりかまさき言ってやみたいな感じで、あ、言っといてほしいなって思う。そう、もう仲良くはあれですよね、溝を埋まずにこうフラットなちょっと読んでみる、今日真面目にツイートをね、なんかね動いてる感じがしたから、いいヒントが、うん、結婚してないんだよね、うん、あのね、結婚されてる方もなんか見てくださってるみたいなので、結婚経験者の方のねご意見なんかも聞いてみたいです。ですね、どこまでみんなも春道くんとかカスヤンお疲れ様とかってそんなんなってますけどね、あだを隠してないので出会った瞬間にカミングアウトです。そうですね、それは相手ともそうだけど、相手の親御さんに会った時ともですね。あ、でも旦那さん側の親戚の人たちには特に説明してないって言ってますね。まあ朝だとね、見た瞬間に分かるっていうのもあるけどね、きちんと説明するも家族までなのか親戚までにも同じ量ぐらい説明するかってまた違いますよね、うん、もう一回言って、そのなんか、うん、家族にはそのさっきそれこそ1から10ぐらいまでちゃんときちんと説明してほしいみたいな、はいって言ったうんうん、うん、あったじゃないですか、うんうん、それを結構そっか距離の出てくる親戚までもってなると、そこはやっぱ多少とかあるのか分かんないね。そうか、ね、それはね、あ、おこれいいね、いいの見つけた、タイヤ、あ、ご主人側のご主人側の親戚さんとご主人の側の親戚、当事者さん女の人ね、女性、旦那さん側の親戚さんと初めてお会いする機会があったのですが、新聞記事を見ていただいたのでむしろ頑張ってねって励ましてもらいましたと。
自分が載った多分新聞記事なんだけど、うん、そういうのどう、例えばうちのマイフェイスで例えばロンバーグの特集してたとするじゃない、うん、病気の説明するの結構めんどくさいじゃん、うん、こういう感じなんですけどっていう、そのなんかあ雑誌情報誌見せるとかそういう新聞記事見せるとかっていうのってあり、私はあり派です。あり派、あり派、あそういうのはあってもいいよね今思って、うんうん、多分こう説明するのにこう、あすごいいいと思うそれ急にすごいいいと思う今だってこの場で説明しなくてもいいかもしれないじゃん、うん、あ読んどいてくださいってこと、もしよかったらお時間あるときにこれちょっとなんか聞きたいこととかあったらいつでも聞いてくださいみたいなとか言ったりとか、新聞記事でもいいんだけどこんなの出たんですけどとか言ったら、聞く方もね多分こう学校の先生から教わるかのように病気のことを聞いたとしても質問とかなかなかその頭もこうなっちゃうから分かんないと思うんだけど、ゆっくり時間をかけてこう雑誌情報誌とかを見るんだったら、あそうなんだって言って、あそうなんだ、あこれどうなんだろうって、ゆみさんこんなこと書いてあるけどこういう感じなのとかって聞きやすいかなって思ったから、やっぱマイフェイス出さなきゃそこにマイフェイス出さなきゃ。じゃあ結婚特集とかを、結婚特集はしてないか、恋愛はしたけど結婚はしてないね、そうだ出さなきゃ、うん、あ子供に遺伝する可能性のある病気なので、その先もあともないのか、うん、なのでどうするのかな分かんないけど、まあ遺伝する病気とかだとねまたいろいろ説明も難しいかもしれないね、まあでもそれもなどうなんだろう、多分例えば私は結婚しなかったけど、チーフの奥さんがさ、うん、そういう人だったで、例えば遺伝する病気とかだったっていうのを、うん、でも結婚する時にそうなんだよっていうふうに教わったら、あそうなのかとは思うし、うん、で2人がねその子供をどう作るとか作んないとかはどうするのかなっていうふうに、そのなんていうの、考えはすると思うの、うん、でもそれは決めるのは多分2人 で、うん、で相談を受ければ一緒になって考えるとは思うの、うん、こういう大変なことがあるかもって、でもこういうサポートができるかもしれないみたく、うん、だからなんていうんだろう、そういうふうにこう一緒になって考える前提っていうかなので、まあなんていうの、 OK 前提だよねとやっぱ思うよね、うんうん、でもこれ活動してんだからさ当たり前なんだけどさそうですね、うん、私もだったぶんそっち派ですね、もし自分の兄がって、うん、な相手が、でもちょっと話あれだけどさ、まあロンバーグ病は自分がそのロンバーグ病だからこういう病気だっていうふうに分かっているじゃん、うん、でまあゆみさんお兄さんいるじゃん、うん、結婚してんの、してないのね。でもし結婚したいんだ、うん、この人ととかっていう人が例えば障害があるとかっていう人だったりとかした場合、うん、どう、うん、まあ本人たちが結婚したいならしてもらえれば全然いいですしダメだな、もうね、ごめん、多分ね、そういう意見しか出ないね、多分ダメですねそういうケースが出ないよ、うん、まあ、でもうちはなんかおじさんがなんか右半身が麻痺とかの、うんうんうん、一応身体障害者なんですよ、うんうん、っていう人がなんかちっちゃい頃からなんか自分の育った環境にそういう人がいるっていう中で育ってるので、なんかそういう人たちもなんていうか、うん、
語弊があったらですけど、まあ、普通に生活ができるっていうのも知ってたりすると、うんうんうん、なんか本人たちが結婚したいならすればいいしみたいな感じで、うんうんうん、できることは協力はサポートするし、あとは本人でできることはちゃんとしてくださいっていうところがなんか分かってるから、うん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 、そう言って言いますけど、もしなんか例えば家具家族でしかも親戚もそんなに2年に1回ぐらいしか会わなくて、周りもなんか平穏、冠婚葬祭しか会わないようなね感じで平穏無事な、うんうん、こういわゆるヤンキー的な人もいない中で育ってくる環境とかでいたらなんかそういうなんか私公立のしかもすごい中で育ってるので本当にいろんな人たちがいる中で育ってるからあれですけど、なんかいわゆる都心部の同じような階層の人たちが集まる学校とかで育ってくると、どこでそういう自分とは違うっていう、うんうんうん、世界で育った人はまた全然違うのかなっていうのありますよね。先週さ、そう引きこもりのね話だったの、うん、でね、お、まあ、いろんな話出たんだけど、そのゲストで来てくれた人は元引きこもりで、元不登校で元引きこもりな人なんだけど、で今は古本屋さんやってるっていう人だったんだけど、で、まあ、講演とかで今はこう行ったりして、で支援、引きこもり支援とかももうやってる人なんだけど、で講演先だったりとか、あとその引きこもり支援の方でその今引きこもってる人とかのこうサポートする時とかに、別にあの引きこもりでもちゃんとした仕事とかついてなくても結婚してるしみたいなこと言うと、うん、結構みんなびっくりするんだって、ちゃんとしてなくても結婚していいんですねみたいな感じで言われるとか言って、うん、うん、いいんだよとかって言うらしいの。でもやっぱりこうみんなこう本当にこうじゃないとっていう、うん、そのなんてすごい自分で縛ってる感じ、ちゃんと大学出てないと、うん、ちゃんと正社員として働いていないとダメで、きちんとこう結婚もしてないとダメみたいな、うん、こう本当にそういう感じでいるとすごいしんどい、うん、しんどいから、いやいやいろんな人いるよ、こんな人もいるしあんな人もいるし、うん、見たくなると別に引きこもってても平気だよっていう風にこうなれるっていうような話もこの間してたんだけど、うん、まあ同じだよね多分、うん、いろんな人いるねっていうのが分かってると、うん、そういう人が家族の中にこう結婚とかで新しく入ってくるっていうことにも、うん、まあ、そんな抵抗は多分感じない、うん、そうですね。でもさっき言ったように核家族でさ、うん、でその自分の親戚とかの中にね、うん、障害があるとかっていう人もいなかったりっていう人もいると思うの、うん、核家族だとその親戚との付き合いすらなかったりすると、もうこの3人ぐらいしかそのグループがないわけだから、この3人しかこう人間のなんていうの種類がないわけだからさ、お父さんお母さん私みたいなさ、そういうとこにこう入ってくるとなると、みんないや知らないしって感じになると思うから、そうなってきた時に多分変わりっていうか、いろんな人が世の中にいるっていうことを感じられる場所っていうのは多分学校とかだよね、うん、だと、まあ、学校とかボラン学校の、まあ、会社っていうか、まあ社会っていうか、うん、あでも最初は学校って感じだよね、ですよね。でそこにこういろんな人がいるんだっていうことがね、うん、感じられれば各家族だったとしても、うん、全然いいかなっていいこと言ったいいこと言ったね、いいこと言った。それが多分結婚するときにハードルが低くなるコツだよね。そうですね、いいこと言ったうん、結婚かご予定はまあでもね、なんて言ったらいいかな、でも多分理屈はそうなんだけど、なんつったらいいだろう、
まあ、私だってさ、なんていうの、そう分かってるよ、頭で分かってるし、うん、こんな活動してるから経験上も分かってるけど、うん、本当に自分の家族にね、そういう症状があるとか、例えば障害があるとかっていう人が家族になるっていう局面になった時に、でももしかしたらうろたえるかもしんないからね。私うろたえるとは思いますよ。あ、うろたえるとは思う、自分で、うん、自分がロンバーグっていう病気であったとしても、でもそうではない人が家族に入ってくるよってなった時に、うん、ね、だからうろたえるのは多分ありだと思うんだよね、うん、そこがさ大丈夫よってなんかこうなれるかどうかっていうと、それは私も若干自信がないというか、うん、私全然ないです。いや、きっと多分時間をかけてじゃないと。だからこう、もしもね、最初に最初教えてほしいってこう思う、うん、思うし、結婚するなら教えてほしいってこう思うんだけど、じゃあいざカミングアウトされましたってこう自分が全く知らないような病気とかだったりとかってなりましたら、うん、そしたらうろたえるかもしれないから、それはなんかこう当事者さんたちにはそのこのうろたえる感を、そういうこともあるよっていうふうになんかこう思っといてもらえるといいかなってちょっと思う。うん、決して強く反対してるわけじゃないんだけど、なんて言ったらいいか、経験ないから。そうですね、うん、国際結婚もそんな感じですよね。あ、そうなのかな。いや、わからないですけど、なんか、うん、結構なんか反対されたりとかいうエピソードとかってたまにあるじゃないですか。あるあるある、うんうん、まあ、本当に自分が生活した中では経験がない人が急に家族に文化が入ってくるから、うん、やっぱうろたえるじゃないですかね。そうだね、うん、そうだと思う。だっていきなりなんか、まあ、例えばよく知ってる国ってあるじゃん、ね、あの誰もが知ってる国、うん、でも、え、それどこにあるの、初めて聞いたけどそんな国の名前っていうようなとことかね、あとその文化が全然違ったりとかさ、うん、朝からすごい拝まれちゃったりとかっていうこともあるかもしれないじゃん、だってあとこう食事ですって言ったら食べるまでにすごい拝むとかさ、うん、そしたら家族としてもやっていけるかなとかいろいろ思うと思うのねでも多分強い反対じゃないのよ、うろたえ感だと思うから、そこはこうなんていうのは、あの当事者さん側も、うん、うろたえてるんだっていうふうにこう受け止めてくれると、そうです、ね、もしかしたらそれもまたうまくいくコツかもね、うん、そうですね、まあどうなんですかね、戸惑いを目にしたらちょっとショック受けるんですかね。受ける、わかんないです結婚してないからまあ戸惑われたらでもちょっとショックだよね、うん、まあちょっとショックですよね、元気はなくなりますよね、へこむよね、うん、あ、そう来たかってなるよね。そうですね、そうですよね、知り合いとかにカミングアウトしてもちょっとリアクション違うと、うん、ちょっと元気はなくなりますよ。あ、そっか、考えると。そういう時でもどうすんの。そういう時は大抵忘れますけど今回やっぱり旦那に当たるっていうこともできるかもしれないね。そこはそうですよね、手込んだ時にね、どういうことっつって言ってそれダメ、それダメか、ちょっとね喧嘩になるかなってなるからですけど、ちょっとまたね少し進んでるね。うーんとね、さっきの人が挙げてくれてる、あの、うん、遺伝性で結納の日が決まった時に主人と二人で相手のご両親にお話ししました。お、主人のご両親は子供のことは自然に任せればいいよって、遺伝しても愛情を持って育てなさいって言われました。だって、まあ、でもよく考えるとさ、自分が選んだっていうか惚れた相手なわけでしょそれの親だからね。そうなんです、ね、多分なんていうの、考え方っつの、うん、あのは多分こう なんて言えばいい、そういう家っつうかさ、うん、だと思うから、多分 ね、 そうですね、うん、だと思いますそっか、うん、今日はそんな感じかな。もう思ったよりまとまりましたね。まとまったか分かんないですけどいい話もするんだよね
あーでもなんかちょっと、うん、あの最初はそのカミングアウトする側のことばっかり考えてたけど、うん、よく考えたら私自分が当社じゃないんで、うん、パターンとしてはカミングアウトされる側かなって思ったら、なんとなくこうちょっと解決っていうか、なんかこうすればいいかなっていうのが見えた気がした。多分当事者さんも自分のカミングアウトと、もし自分の兄弟がカミングアウトされたらとかって、どっちの立場も考えると楽になるかもしれないですね。自分だって戸惑うわとか思うと、あ、そっか、なんか、あ、じゃあしょうがないか、しょうがないかって。でもこの割り切れないのはじゃあパートナーにってなんか買ってもらうとかねそういう解決の仕方をしてもらえればと思います、うん、ということで本日の放送はそろそろ終了。来週は9月の26日ボリューム156をお送りいたします。来週はねテーマがまだ決まってない。1週間の間に考えるけど、フリートークかもしれない、かもしれないし、テーマが決まるかもしれません。ということで本日の放送はこれにて終了。本日のアシスタントはロンバーグ病のゆみさんでした、はい、ということで、それでは皆さんまた来週、さようなら。
朝一番のバスが朝一番のバスが走る君を乗せて見えなくなってゆく Yeah.